一本の釘の欠落が一国の王を殺すこともある。一気に型を想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。あんたたちの恨みいただくね。どけ。この時より罰だ。誰？子供たちの悲鳴が聞こえる。授業開始。貴様の生死は私が決める。想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。言ってみろ。今行くぞ。平穏な暮らしのために。縁がユスティナがお前たちの相手になる。いつでも行ける。いつ聞こえる。風がざわめいてる。よろしく出よう。行ってみろ。それとも一体か。命令は信号を実現させた者が北斗 M なの。君は気づいていない。もう家には帰れないよ。命令は想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。準備はできたか。海中の城が催されるね。了解した。黙っていろ。命令は意志が崩れていくのを感じる。くっきりはっきり見えますわよ。戦に積もる恨みはいつか知らん。想像したことある。平穏な暮らしのために縛られるつもりはない。おいき、モルテ。石が崩れていくのを感じる。命令を。眠りなさい。想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。階級の上手で天気砂に即刻抵抗をやめな。縛られるつもりはない。命令は子供たちの悲鳴が聞こえる。命令を。命令は子供たちの悲鳴が聞こえる。面倒だな。子供たちの悲鳴が即刻抵抗を。戦場に積もる恨みはいつか知らん。もろい。
血で血を洗う争いに計りごと、古来より変わらないね。面倒だな。想像したことある？友も故郷も二度と戻らなくなることを。皆様の援護をいたしますわ。どけ。あんたたちの恨み。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。メレン、地が崩れていくのを感じる。眠りなさい。母なる大地の腕に抱かれて。メレンは信号を実現させた者が北斗 M なの。君は気づいていない。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。医療機器輸血準備。戦闘中に余計な言葉は不要だ。どけ。準備完了。地が崩れていくのを感じる。ご命令は言ってみろ。うん、いつでも行けるよ。バッタン。おいき、モルテ。黙っていろ。私にバーンブルを一元に収めるわ。シャシャ楽々の境地にこそあれ。命令を。想像したことある？友も故郷も二度と戻らなくなることを。了解して。あ、待ってよ。子供たちの悲鳴が聞こえる。正々堂々と勝負をつける。一対一、ここまでにしよう。お前たちじゃ私の勝てない。やめておいた方がいい。了解した。命令の振動を実現させた者がホクソ M の。君は気づいていない。ご命令は。戦場では矢はペン先よりも鋭いのですわ。よろしくてよ。戦闘中、余計な言葉は不要だ。階級万物を一元に収めるわ。シャシャ楽々の境地にこそあれ。想像したことある？友も故郷も二度と戻らなくなることを。縛られるつもりはない。風がざわめいて、地
を開始。想像したことある。友も故郷も二度と戻らなく切りつく。眠りなさい。母なる大地の腕に抱かれて。くっきりはっきり見えますわよ。足が崩れていくのを感じる。階級の強力を削除すれば即刻、うん、ミッションアカンプリッシュ。地上の文明は獰猛な獣のようなものですの。あなたはそれに手綱をつけることができる人物になり得ますわ。